WWS チャンネルをご覧の皆さん、ヤバイ T シャツ屋さんです。ヤバイ T シャツ屋さんです。そうです、はい。夢見るアドレスに砂山口ハナンです。さっきステージ見させてもらったんですけど、もう本当にすごかったです。めちゃめちゃ楽しかったので、ちょっと感想とかも聞いてもいいですか。はい、楽しかったです。すごく楽しかったです。なんだよ俺に任せようとすんな任せようとしてもうた。いや、楽しかった、楽しかったです。はい、うん、2度目のね、うん、アースステージ、ね、いや、やっぱり2度目ですけど、はい、広いなって。広いね。何回経ってると思うんですよね。なんであんな広いんですかね。ねえ、見たことない、ね、すごい、うん、広いですよね。すごい楽しかったです、ね、楽しかったです。もう今年最後のライブやったんで、はい、もう全部出し切ろうというね、はい、3人ともね、もう今出し切った後なんで、今これもう終わった後の状態で、今これスイッチ切れてます。こんなことになって楽しかったしか言えない、はい、今年はもう残りわずかなんですけど、はい、一番印象に残った出来事とかはありますか。何だったっけ今年。2019年何やろ。そう、個人的なことでいいですか。はい、私ですね、はい、浜松市の親善大使というのに選ばれまして、やらまいか大使というんですけれども、ね、浜松やらまいか大使、はい、だからもう森本くんとかって呼ばないでくださいね。もう大使って呼んでください。大使、これからはもう大使と呼んでください。大使、大使くんです。大使くんです。大使くんだこれ。来年の抱負とか、挑戦してみたいことなどあれば教えてください。ありますか、なんかあります。挑戦してみたいことですか。背をとても伸ばしたい。背を伸ばしたい、うん、やっぱこう隣にちょっと背高いと。確かに背高いな。でも来年はこんぐらいになってる。なってんな。なってる。まだまだ伸びしてありますからね。俺も伸ばしたい。どうする、どうする。髪の毛、髪の毛地面まで伸ばしたい。髪の毛地面まで伸ばしたい。おらんやろバンドマン。なかなかおらんない。1年間な。あ、でも伸ばせるとこまで伸ばした方がいいよ。これ3、4年でこんぐらいね、頑張って。何1年間で下まで。無理やろ。じゃあ無理。じゃあ無理じゃあ無理。はい、ありがとうございます。